アーツラブでーす。はい。シーンでネイルパーツを大量に買いました。イエーイ。100点ぐらい買いました。めっちゃ買った。こんな感じで届くんですね。1.24kg って書いてます。1.24kg。これ、やばい？見せたら。見えるかな？ちょっと、バーコードとかダメなのかな？住所バレる。1.24kg って書いてますね。ここに。1.24kg 分のパーツをシーン、今流行りのシーンで買ってきましたよ。もう見てわかる通り、多分たくさん入ってる感じしますよね、この線を見る限り。それを今から開封をしていきたいと思います。もう可愛いのたくさん買ったんでね、乞うご期待です。来年はうさぎ年なので、うさぎさんのパーツを多めに買ったんですけども、ちょっとどんなパーツを買ったのか、届くのに 2,3 週間かかったので覚えてないです。ちょっと覚えてないので、開けながらちょっと福袋を開ける気分で開けていきたいと思います。では参りましょう。開封の儀いきます。いやー、シーンって海外から来るんですね。なんかもうパッケージがザ海外じゃないですか。ウケる、楽しみ。これ開けた瞬間もあるのかない、いきますよ。3、2、1、ドア。なんかもうこれは見せていいやつかダメなのか分からんけど、でかいレシートがいっぱいある。あ、こんな感じなんだ。あ、これ領収書で使おう。ドア、見えるかな、こんな感じ。うわー、やっぱりめっちゃあるし、重い、すごい重い。あ、私こんなん買ったっけなっていうのもいくつか入ってるんですけど、ちょっと見ていきましょうか。え、これどうしよう、一個一個あれかな、玉手箱みたいに出していけばいいのか。来た、わかった、まず出していくね。レビューは一個一個また別の最近出してる1分系の動画で出せたら、気が向いたら出しておきます。じゃあまずいきます。はい、これじゃーん、原宿系のパーツですね。クリア感のない原宿が好きな人がつけそうなパーツで、これっていうキャラクターはいないんですよ。シナモンロールとか、そう、これっていうキャラクターがいなくって、ゴテゴテにしたい人に向いてますね。ちょっと時間が足りない、次のお客さんまでに終わらせなきゃいけないので、次々行くよ。はい、来ました、うさぎ。これうさぎのパーツ見える？はい、うさぎさん、耳ありますよね。で、中にパールが入ってるパーツになります。うさぎさん、次、はい、文字シール、文字シール買いました。かっこいい文字シールですね。ちっちゃい文字シールはもともと持ってたので、1枚に1枚貼れるような文字シールね。はい、次、なんだこれ。あー、これすごいたくさん買いました。色付きのなんか韓国系チュルチュルリボン、これピンクとか白とか今後出てくると思いますよ。なんだこれ、なんかチラシ入ってます。へー、シーン初めて買ったんですけど、チラシ入ってるんですね。はい、次、王冠、王冠金プリネイルとかで使えるんですよね。あ、あとこれ大事、スタッツですね、ストーン。いつも発注かけてるところが在庫全然入らないので、シーンでも買っちゃいました。 SS4 番が特になくって、どこのメーカーさんも。 SS4 番のサイズってちっちゃいサイズの石なんですけど、これ買いました。次、あー、もうこれはどこのネイルサロンでも王道の、はい、蝶々のシルバー買いました。違う色売ってなかったんですよね、シーンに。10個入りとかですかね。はい、次、あ、なんかフレンチっぽいアクセサリー系パーツ。はい、次、はい、蝶々2連シルバーと水らシルバーとゴールドの2種類入ってるやつの2連。次、あ、これかわいい、これも原宿系で1個しか見えないんですけど、ユニコーンですね。見えます、これ、このユニコーンのパーツになりますね、かわいい。次、なんだこれ、あー、はいはいはい、桜の花びらですね。見えるかな、これは1分動画で紹介しましょう。桜作るのにすごい便利なパーツなんですよ。はい、続きまして、あんまり見ない蝶々の形のパーツですね。でも蝶々ってすっごい人気なんですよ、いつも。なので蝶々買いました。次、
はい、これデカめな美獣系パーツですね。こんな感じ。値段は覚えてない。トータルして2万円ぐらいっていうのは覚えてるんですけど、もう値段見ずに一個一個は買ってます。なんか2個一緒についてたんですけど、はい、美獣系パーツのケース付きです。これ一粒で爪1本埋まっちゃうぐらいのデカめなパーツと、なんかくっついてたのが、なんだこれ、ちょっとよくわかんない、忘れちゃいました。なんかシルバー系のアクセサリーパーツですね。はい、次、鍋買ったんですよ。でもこれ多分写真見て加工負けしましたね。加工されまくりの鍋見て可愛いって思って買ったんですけど、なんか思ってた鍋とちょっと違うかも。残念、もう一個買ってるはず。もう一個どっかにいないかな。いないので次々行きます。はい、あ、これも最初、一番最初の原口系のパーツなんですよね。見える？かぼちゃがいるんですよ、ここに。ちょっと見づらいんで、次行きます。はい、次。やったぜ。美獣系パーツがいっぱい増えた。はい、カラフルな美獣パーツ。王冠っぽい感じのパーツですね。赤があったり、オーロラがあったり、いろんな色が入ってます。はい、次。はい、文字シール、筆記体。これ持ってるんですけど、なんか、追加で買っちゃいました。偏るんですよね、人気なイニシャルが。例えば A とか Y とか結構出がちなので、私のお店にもう A と Y はありません。みんな A と Y だけ選ぶのやめてください。あ、あと S。あれね、平野翔くんの S ね。はい、次。はい、ハートのゴールドの美獣系パーツ。カラフルなやつのはずなんですけど、ちょっとシルバー、あ、見えた、上にオーロラいますね。オーロラとクリアとの2つです。で、次、なんだこれ、待ってきた、めっちゃ可愛いのある。私これ一番好きかも、今見た中だと。クマさんのハート持ってるバージョンですね。見えるかな、これ。はい、クマさんのハート持ってるバージョン、可愛い、これ一番好き。今流行ってますよね。中国のワンホンネイルとかで流行ってるのかな。透け感チュルチュルとかで、とりあえず爪先につければキラキラで可愛いよねっていうパーツになります。はい、次。はい、大好き美獣系パーツ。今回は美獣系パーツを多めに買いました、特に。はい、次。あー、私もこういうのも好きなんですよね。いちごいちご可愛くないですか。これ1本ポンってついてたら可愛いですよね。さっきのクマさんパーツと合わせたい。あとこれは色違いで私持ってて、シルバー持ってなかったんですよ。これもクマさんのハートがついてるやつのちょっと縦長バージョンになりますね。見づらいね、ごめんね、ちょっと急いでるんだわ。はい、来ました。うさぎ年なのでうさぎ系パーツのいろんな形をしたやつです。来年の年始め人気になること間違いなしでしょう。はい、次。終わらないぞ、いっぱいあるぞ。なんだこれ。あ、これもちょっと見づらくてごめんなさい。シルバー系の美獣アクセサリーパーツですね。縦長のパーツになります。こっから回ってない、回ってなかったので何本か飛ばしてます。上が欲しくて買いました。色違いですね。これは写しときたい、もしかしたら写ってなかったかも、カメラトラブルごめん。こんな感じ。ハートのでかい美獣系パーツですね。に伴って、これの形違いのシルバーだけっていうパーツも買ってます。はい、次。これは冬に使えそうな雪の結晶系パーツですね。中にパールがちょんって入ってます。ちょんって。はい、次。はい、蝶々のシルバーです。これのゴールドは持ってるんですよね。100均でもセリアとかかな、似たような形のやつはあったです。同じ形かは知らん。はい、こんな感じ。次が、はい、やっぱりシルバー系パーツたくさん買ってますね。リボンのシルバー。ゆらゆらするやつです。リボン系のやつ。これが、加工を負けして買ったラメ。はい、多分思ってたラメとは違う。届いて、あ、違うなって思ったやつ。あ、これがね、面白いんですよ。これは、結構近々やると思います。ラインパーツって言いまして、紐状になってるメタリックパーツなんですよね。これ1個ポンって乗せるだけで、紐
デザインになりますよみたいな感じのパーツになります。で次、あ、シールいきましょう。シール、はい、シールキラキラ、よし。あとこれも今価格高騰してますね。どこのお店見てもなかなか売ってないボールチェーンになります。ネイルの卸のお店でもここまでグニャングニャンに曲がってくれるボールチェーンって売ってないんですよね。パートナーさんとかで買ったことある人は結構心当たりあるんじゃないでしょうか。爪のカーブ1本できたいんですけど、1本じゃ作れないんですよ。2本分割ぐらいしないと作れないですよね。あ、これかわいい。あ、これ思ったよりかわいかった。お花の破片、はい、白とピンク。あとリボン、リボン、白、シルバーとゴールド。はい、次が、なんだこれ、なんだこれ、こんなの買ったか、ちょっと買った覚えないんですけど、はい、ハートのゆらゆらパーツですね。はい、次、これ欲しかったんですよ。これ多分結構人気になると思う。オーロラに光るハート、かっこ6色これ違う色も買ってるんで、もう6色違うのあります。だいぶ減ってきたけどまだまだある。次、金箔、ピンクゴールド、シルバー、ゴールド。じゃあいくらだったか覚えてないんですけど、破格でした。超安かったです。ネイルの卸の店で買うより安かったけど、品質は変わらずだと思いますよ。はい、シール、模様シール東京リベンジャーズのドラケンの首元、頭元に書いてあるような形の白バージョン。はい、ハートのカラフルなやつ、色地ですね。で次、やばい、いっぱいある。あ、ぷっくりシール、こういう 3D 系シールはマットにすると 3D がぷっくりした手書きっぽくなるのでおすすめです。次、なんか忘れたけど、ホイール、なんかオーロラに光るホイールですね。ペッタンペッタンやっていきたいと思いますわ。次いろんな形のストーンです。かっこオーロラカラー、結局オーロラカラーがシルバーよりも人気なんですよね、私のお店は。っていうか私のお客様は。世界的にはどうなんでしょう。シルバーが好きって人ももちろんいると思います。次、あ、出た、うさぎさん、うさぎ年のうさぎさんのパール付きのパーツです。耳がヒュイヒュイってあるので一粒あるだけで華やかになるパーツですね。はい、次、これ私使い方あんまりよく分かってないんですけど、なんか面白そうだから買っちゃいました。シェルですね、4色入りです。次、あ、そう、意外と重要あったのが黒のストーン。あー、私これ買ってたんですね、ラッキー。黒のストーンも意外と需要あるので買っちゃいました。持ってなかったんですよ。そういう時に限って黒のストーンやりたいっていう方いらっしゃるんですよね。なので買いました、持ってなかったので。はい、次、あ、これ違うお店でやってる方見たことある。はー、リボンの下にハートがゆらゆらするタイプのパーツですね。かわいい、かわいい。はい、次、やっと少なくなってきた。1キロが 500g まで来たんじゃないでしょうか。ビビアンみたいな感じの土星の色付きパーツですね。はい、これ色多分早い者勝ちですわ。次、シール、ハート、あとなんだ、あー、これも人気だった。サクランボのパーツです。大小、大小と2種類ありますね。で次、はい、来ました、うさぎ年向けに買ったうさぎさんのパーツ、耳下にあるの分かります。あとピンクのビジューが入ってますね、かわいい。次、これホログラム、なんかいろんな形のキラキラしたホログラム、ワンホンネイルで使えるんですかね。はい、次、ちっこいチョーチョです。はい、次、あー、あー、こんな感じ。転写フィルムですね。これ大丈夫、上の方折れちゃってるので、折れちゃってるところは転写フィルムとしては使えません。大丈夫かな、ちょっとまあでもやってみたいと思います。私あんまり転写フィルム使わないんですよね、そもそも。剥がれやすいので、持ちが悪いんですよ転写フィルムって。まあ付け方にもよるんでしょうけどね。はい、次、はい、デカめなカラフルなビジューパーツ。次、あ、輪っ
か、わっか、た、おい、はい、ただのわっか、上わかりやすいかな、わっか、このわっかの中にストーンを埋め尽くしたりとか、あとマグネットネイルで色塗ったりとかしてアートした感じになりますよ。はい、次、あー、かわいい、これ買いですわ、リボンのチェック柄。はい、次、お花のリングです。見づらいです、白くて見づらいけど、お花の輪っかになってるやつですね。次、あともうちょっと、あと 300g ぐらい、フレークです。ホログラム、透明感のあるやつで、ワンカラーの上からちょちょんで乗せたら一気にキラキラしますね。はい、次、なんだこれ、あーあー、ちょっと見づらいかも、クマさんのくり抜かれてるやつ、クマさんの縁取りだけされてるパーツですね。珍しいですよね、見たことないので好奇心で買っちゃいました。次、カラフルな、カラフルなビジュー。はい、次、あ、やっと、あと 200g ぐらい。はい、きた、うさぎさん、オーロラ蝶々、オーロラの美獣系パーツ、かっこデカめ。なんだこれ、あ、はいはいはい、はい、これね、水色最初に出たやつ、チュルン感のあるリボンです。はい、次、なんだこれ、あー、超プリティキュートなスティック型の、見づらいね、スティック型のパーツ、ハートパーツ。で、次、次行こう、ラインテープたくさん、あとハート、これ色違い、ユニコーンパウダーの色地になりますね。はい、次、あとちょっと、チェーンたくさん、いろんなカラー、あの周りに囲みたい爪の、はい、でも意外とこれ需要ないらしいですよ、知ってて買いました、あの映えるかなって思って、映えはするんですよ、意外とあまり選ばれないやつですね。で、はい、なんか、V 字カットのデカめなストーンです。はい、次、あ、ちょっと見づらいんですけど、シルバー系のちっちゃなパーツですね、星型とか月型とかハート型とかのパーツになります。はい、次、あ、これは過去一でかい美獣パーツです。はい、1個ドーンで十分盛れますね、スカルプに向いてるのかな。はい、もうちょっと、あと 100g ぐらい、ホログラム12色。はい、次、透明な、スワン型のパーツ、フラミンゴのパーツですね。次、騙されて騙されたわけじゃないし、私これ2個3個も買った覚えないんですけど、多分あまり期待してないラメ。はい、次、なんだこれ、あ、これかわいい、ちっこいパーツですね、オーロラのパーツです。はい、次、あ、なんだこれは、なんとも言えない形のパーツ、かっこゴールドストーン付きです。はい、次、あとちょっと、やばい、左手が腱鞘炎になるぐらい重かった、1キロずっとこう持ってるって意外と大変ですね。あとちょっと頑張りますよ。なんだ、あ、ハートが溶けたパーツですね、これはハートが溶けてる感じの、こんな感じ。次、はい、蝶々のストーン付きです。はい、次、ハートの、これ見やすいですね、色付きだと見やすいですね、ハートのスティック型。で、次、デカめな美獣系のパーツ、シルバーとゴールド、あとちっちゃいリボン。はい、次、ピアスパーツ、私これ別で買っちゃったのでいっぱいあります。はい、来ました、今たくさん世界でなくなっている SS4 型のちっちゃいオーロラのストーンです。やっと届いた、なくなるかと思いましたよ。次、はい、今人気のクリアな、クリアリボンですね、クリアリボン、チュルンとした感じのリボンのデカめなパーツになります。それの、チュルンとしてないバージョンのただの白です。はい、次、これはなんだ、はい、シルバーのただのリボン、ちっちゃめ、爪に収まりますね、上にちょんって乗せても可愛いかも。あとちょっと、あと3ついきます。フレーム系パーツですね、
こんな感じのパーツです。はい、見えるかな、下側のフレーム系。もうこれ1個ポンって置くだけで十分可愛いですよね。これ可愛い。恐竜さんになります。買おうか迷ったんですけど、買ってよかったです。思った以上に可愛いし、チュルンとしてるし、恐竜って可愛いですよね。ちゃんと背中のギザギザもありますよ。最後いきます。最後はじゃじゃーん、王冠です。ちょっと急ぎ足でごめんなさい、次の予約が迫ってるので、だいぶ急ぎ足で紹介しました。さて、どんな感じに机がなってるか、今ババババーンって出しますね。こんな感じ、バババーン、やばいやばい、ちょっと待って、バババーン、はい、バーン、バババーン、バーン、やばい、めっちゃぐっちゃぐちゃ、つらー。これを全部これからまとめていきたいと思いますが、とりあえずはざっくりとしたシーンで買ったパーツ類でした。バイ、おつろぷー。